ようこそ、ギターどうも、そうじゃないそうです。ということで、今回ですね、今もう32枚目シングルの情報がね、どんどん解禁されていっている真っ只中ですけれども、32枚目シングルね、選抜メンバー激アツじゃないですか。久保下センターでさ、で5期生も入って、初選抜のメンバーも入れって感じで、もう選抜メンバー激アツですけど、この32枚目シングルは、アンダーも激アツですよと、アンダーも負けてないぞということで、まずはですね、なんとその32枚目シングルのアンダーメンバーで、明日生配信、乃木坂46分テレビが行われます。乃木坂配信中にて3月12日23時より乃木坂46分テレビ生配信が決定ということで、3月29日に発売する32枚目シングル人は夢を二度見るのアンダー楽曲さざ波は戻らないに参加するメンバーのうち伊藤リリア、岡本ひな、中西アルノ、林ルナ、向井葉月、ヤクボミオの6人が登場して様々なお知らせを行いますと。これはもちろんね、32枚目シングルのそのアンダーについてのいろんなお知らせがあるっていう発表があるっていうことだと思うので、いやこれめっちゃ楽しみっすよね。23時ってね、ちょっと遅い時間、いや WBC を考慮しての時間なのか分かんないですけど、ちょっと遅い時間ではあるんですけど、皆さんぜひねお見逃しなくっていう感じ。まあ今回のこの46分テレビのお知らせ何なのかっていうねところなんですけど、まずはやっぱり32枚目シングルアンダーのセンター、それからフォーメーションが発表されるんじゃないかっていうところで、まあ、前回31枚目シングルの時も生配信でフォーメーションとセンターが発表されたみたいな形だったので、今回もそういう感じで32枚目シングルもそういう感じで発表されるんじゃないかなと思ってます。あとはアンダーライブの発表ですよね。32枚目シングルアンダーライブ開催しますよっていう、そういうお知らせもめちゃくちゃ可能性高いんじゃないかなと思うし、あとは楽曲公開、 MV 公開、まあ、MV と曲を一緒に同時に解禁というか、 MV 一緒にここで初解禁、一緒に6人と見ましょうよみたいな感じで、こう MV とそれから曲が解禁される、さざ波は戻らないの曲が解禁されるっていうのもあるんじゃないかなと思います。あとこう新たにというか、32枚目シングルのアンダーメンバーでこう新たなことに挑戦していきますよみたいなお知らせももしかしたらあるかもしれない。まあそこら辺かなって僕が今こう想像してるというか、可能性あるんじゃないかなと思ってるのは、その辺かなっていう。アンダーのセンターフォーメーション発表、アンダーライブ開催決定、 MV 公開曲もですけど、まだね今までになかったような新しい何かとか、これぐらいなのかなって思ってるんですけど、まあ何かしらのねこうお知らせはあることは確定してるので、それは本当にめちゃくちゃ楽しみだなと思います。今回のこの32枚目シングルのアンダーメンバーマジで激アツだぞということで、メンバーこんな感じにねなってるんですけども、今回のアンダーメンバーこんな感じになってるんですけれども、まあまずはやっぱりね、今までのもちろんアンダーメンバーもすごいですけど、そこにこう5期生が合流するっていう、5期生が合流して初のこうシングルアンダーっていうことになるので、まずそこがやっぱ一番僕、まあ、僕的にはね5期生大好きおじさんなんで、一番大きいなというか、5期生が合流してよりもう強力なというか、もう激アツな感じにねアンダーがなってるんじゃないかなって思うし、また前回をね選抜経験したルナちゃんであったりだとか、タマちゃんであったりだとか、選抜経験のあるレイちゃんなんかもね今回アンダーにいますから、まあ、その辺のこう頼もしさというか、まあ、本人の気持ち考えると、もちろんね選抜に入りたかったっていうところあると思うんですけど、そういうね、まあ、選抜を経験してるというか、まあ、それで言うとアルノちゃんはねアクチュアリでセンターもやってますから、そういったメンバーが結構たくさんね今回アンダーにいるっていうので、もう激アツすぎるし、でもちろんこう今までもアンダーを築いてきたというか、アンダーを受け継いできためちゃくちゃすごいメンバーもいるから、もう今回のアンダーメンバーマジで激アツだぞと。じゃあ今回のアンダー曲のさざ波は戻らないのセンター誰なのか、明日発表されるかもしれないですけど、センター誰なのかっていうのをねちょっと僕の個人的な意見というか話させてもらいたいんですけど、まあ個人的に願望だけで言ったら、もう願望 100% 出したらもうあやちゃんですね、推しメンなんで、あやちゃんがセンターやってくれたらもうそれほど嬉しいことは、これほど嬉しいことはないっていうね感じなんですけど、それぞれ3期生4期生5期生でちょっと1人ずつ上げたいなってメンバーセンターになるんじゃないかっていうね、センター要素を上げたいなと思うんですけど、僕は個人的に今回のセンター3期生なんじゃないかなって思ってるんですけど、まあ前回もねレノちゃん3期生ですけど、まあ今回はやっぱり表題曲人は夢を二度見るで、久保下ダブルセンターね3期生がこう引っ張っていくっていう感じじゃないですか。なんでこのアンダーも3期生がセンターで、新しい乃木坂アンダーもまあ5期生合流してっていうところもあるし、こう乃木坂引っ張っていくっていうね意味でこう3期生がなるんじゃないかなと思ってるんですけど、3期生じゃ誰がっていうと、僕はリリアンとかすごいいいんじゃないかなって思ってるんです。でも今回の曲さざ波は戻らないが、確か失恋ソングみたいな、切ない失恋ソングみたいな感じだったと思うんで、そうなると葉月とかもすごいいいんじゃないかなって思うんですけど、もう2人挙げてる、さっき1人ずつって言ったのに鬼滅でもう2人挙げてるんですけど、葉月とかもこうなんか似合いそうというか、まあどんな曲かわかんないんですけど、切ない失恋ソングっていうのを見ただけですけど、葉月とかもすごいいいんじゃないかなって思って、で、まあ、4期生で言うとやっぱりルナちゃんかなっていう
感じはしますけどね。もちろん歌唱力というところもあるし、まあ、前回選抜をね、経験して、まあ、今回はアンダーでの活動ですけど、センターやってみたいなところももう激アツなんじゃないかなって、あるんじゃないかなって。まあ、4期生だったら僕はルナちゃんか、まあ、レイちゃんとかもすごいいいなって思いますけど、まあでもやっぱルナちゃんかなって思ってますね。4期生だったらルナちゃんなのかなって思っていて、5期生でなるんだとしたらやっぱアルノちゃん、アルノちゃんもまあ歌唱力っていうところももちろんありますけど、アルノちゃん今回でねアンダーセンターになったら、アクチュアリー表題曲でもアンダーでもこうセンターをね務めるっていう感じになると思うんですけど、5期生だと僕は一番アルノちゃんがあるんじゃないかなって思ってます。あとはやっぱダブルセンターっていうのもあるかもしれないですよね。今回表題曲でもダブルセンターだし、アンダーもダブルセンターで行くぞっていうのもめちゃくちゃありますよね。めちゃくちゃ楽しんでるよお前。やっぱこういう予想したりしてるときね、めっちゃ楽しいですから。まあでもね、誰がセンターになったとしても、まあ、あとはねその誰がこう一列目に来るのかとかね、センターの横誰なのかとか、そういったところのフォーメーションなんかもねめちゃくちゃ気になりますけど、誰がセンターになってももうね応援していくっていうのはね変わらないと思うし、まあアンダーライブがあったらね座長にもなると思うんで、とにかく楽しみだなと、今回のアンダー激アツやなということでね、まあ明日発表されるのか分かんないですけれども、発表されるので楽しみにしておきたいなと思います。ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。さよならもう全ても散りゆく花に奪われて、何度も何度でも名前を呼んだ、そんな春がもう嫌いだ。